はい、皆さんこんにちは。本日の動画は2024年2月の購入品紹介ということでですね、ベストバイシリーズをお届けできればなと思っております。2月に関してはですね、そこまでこう点数としては多くないんですけども、ちょっと大きな買い物もしたりとかしたので、ぜひね、気になる方は最後まで見ていっていただけると嬉しく思います。もう年明けて2ヶ月終わっちゃうっていうのがね、ちょっと早すぎて驚いてるんですけど、なんか本当に学生が終わってからの月日ってあっという間ですよね。ちょっと毎月毎月大事にしないと本当に一瞬で終わっちゃうなとね、改めて実感してます。はい、そんな話はどうでもいいので、早速ね、商品の紹介に行っちゃいましょう。はい、では早速1点目ですね。1点目はですね、いきなりちょっと目玉のね、商品になるんですけども、こちらですね、 OAMC の 21AW のミルトンジャケットになります。いや、もうこれはね、もう本当になんていうんですかね、やっと買えたみたいなところが大きいんですけども、結構ずっと探してたんですよね、 21AW のこの商品に関しては。ただやっぱりこう日流通の市場にこう出回ってくることってほぼなくて、なのでね、実物をこう着る機会もないので、結構ね諦めてはいたんですけども、たまたまちょっと古着屋さんにね、こちら入荷したということで、急いでね、もう店舗に行ってすぐ購入をしてしまいました。でこちらは OMC が、ハリスツイードのこう生地をね使ったコートになるんですけども、伝わりますかね、このグリーンとか黄色とかブルーとかいろんなこう色が混ざった生地になっていて、襟元がねこんな感じで水色とねネイビーのちょっとニット素材みたいになっているコートなんですけども、配色といいシルエットといい、もう個人的にはドンピシャのコートで、これはねちょっと2月にコートアウター買うかと思ったんですけど、ちょっと我慢できずに買っちゃいましたね。はい、実際に着てみました。どうですかね。いやー、もうこれはねかっこいいですね。本当にこれはね、購入できてめちゃくちゃ嬉しいです。今回こちらでサイズ S サイズですね、178cm、64kg で S 着てこのぐらい、腕もねちょっと長い方ではあるんですけど、袖がねこのぐらいまで隠れるシルエットなので、結構着れる人は限られちゃうんじゃないかなと思うサイズ感なんですけども、僕は着れるサイズ感ではあったので、本当に購入できてね良かったなと思ってます。はい、こんな感じでね、ちょっとこうジップとかもしっかり存在感のあるようなジップで、襟元ですね、これが一番僕の好きな配色なので気に入ってるところなんですけども、一応ねこうダブルジップではあるので、こんな感じでちょっとこう A ラインシルエットとかでも着れるようなアウターになっていて、かなりかっこいいですね。これはちょっとずっと探してたっていうのもあるんですけど、もう着た時のなんか高揚感がすごかったですね。はい、本当に購入できてよかったなと思ってます。で、この OMC のミルトンジャケットに関しては、他の色とかもね出てるんですけども、個人的にはね本当にこの色が本当にずっと欲しくて、ルックがねこんな感じであるんですけど、なんかこの着こなしといいますか、スタイルがかなりこうかっこいいなと思ってて、実際にね購入できて本当に嬉しいです。これはね本当に長く愛用できたらなとは思ってますね。
はい、というわけで2月の購入品1点目はですね、こちらの OAMC のミルトンコートでした。はい、ではお次2点目ですね。2点目はですね、すでにねちょっと動画でご紹介させていただいている商品になるんですけども、はい、こちらですね、 N ハリウッドのベルトになります。こちらもねかなり気に入っているベルトになるんですけども、まあ、詳しくはね以前挙げたベルトのご紹介動画を見ていただければなと思ってます。まあベルトのね特徴としてはこんな感じで、まあ、かなりこうシンプルなベルトになってまして、まあ、ちょっとここの剣先のところにロゴが入ってたりとかするようなベルトになってます。ベルトをね実際につけてみるとこんな感じになるんですけども、こちらが N ハリウッドフリーサイズで出してまして、結構細身男性の方で一番先の穴になってます。このベルトのいいところ、あの前回動画でもお話しさせていただいたんですけども、まあ、2ウェイで使用できまして、まあ、こんな感じでねベーシックにこう着用もできますし、こんな感じでここの穴のところにですね通してあげることで、ちょっとウエスト周りアクセントになるようなスタイルでね着用することもできるので、これはねめちゃめちゃ気に入ってますね。なんか黒のベルトでねいいの探してる方とかはね、あのぜひこちら購入検討していただきたいなと思いますし、まあ、詳しい動画はあの以前上げた動画の方でご紹介してますので、そちらをご覧ください。このベルトはね結構これから春先夏になってくるとねどんどん活躍してくるベルトかなというふうには思うので、ちょっと売り切れる前にねぜひ実物を見ていただいたりとか検討していただけたらなと思います。はい、というわけで2月の購入品2点目はですねこちら N ハリウッドのベルトでした。はい、ではお次3点目ですね。3点目はですね購入したわけではなくてですねいただいたものになるんですけども、はい、こちらですね、モフトのワーク&クリエイトフルセットになります。こちらはですねちょっとインスタであのご連絡いただいたものになるんですけども、あの実際にこう届いて使ってみて結構ねあの便利だったのでご紹介させていただきます。こっちがですね PC ケースで、まあ、こっちがねあのスマホにつけるタイプのスマホスタンドになるんですけども、ちょっとこうしてあげるとですね、まあ、こんな感じでスタンドの機能が出てくるので、あの実際にこう携帯にこうつけたりとかするとなんか動画を見るときとかね結構便利なんですよね。でまあこちらの PC ケースに関しても、まあ、詳しいね使い方とかはあのホームページとかこう見ていただいたらなと思うんですけども、こんな感じで形が変わって PC ケースから、まあ、PC スタンドにもなるようなデザインのものになっているので、まあいただけるっていうことだったので使ってみたんですけども、結構思ったより便利だったので、なんかこういうスマホスタンドとか PC ケーススタンド探してる方とかはねぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。で今回ですね僕があのいただいたのがなんかコラボレーションモデルになってまして、トム・ボーゴさんっていうんですかね、トム・ボゴさんなんですかね、ちょっと読み方合ってるかわかんないんですけど、ロゴがついているようなタイプのものになってまして、なんか意外とスタイリッシュでかっこよかったので、気になる方はちょっとインスタ見てみてください。はい、というわけで3点目はですねこちらのモフトのスマホスタンドと PC ケースでした。はい、ではお次が最後ですね。2024年2月の購入品最後はですねこちらになるんですけども、カルバンクラインジーンズのコットンポリのパンツですね。でこちらはですね高円寺の古着屋さんのケースさんで購入させていただきました。プラッと行った時に出会ったパンツなんですけども、 CK ジーンズ、カルバンクラインジーンズですね。コットンポリのパンツになってまして、シルエットは少しワイドめで、まあ、一番のお気に入りポイントはここの裾ジップですね。こんな感じでちょっと裾のところに長めのねジップがついているので、まあ、これを閉じてあげるとストレートのパンツになるんですけど、まあ、こんな感じで開けてあげるとねちょっとだけこうフレアになるようなパンツになってまして、これがかなりこうドンピシャで気に入って購入をしました。ケースさんね、あのお邪魔すると何かしら必ずいいものがあるので、すごいおすすめの古着屋さんですね。ちょっとこれ今から履いてみます。
履いてみるとね、こんな感じのシルエットになるんですけども、結構いいですね。コットンポリの素材感になってるんですけど、ナイロンとも言い難い独特なね、この張り感といいますか生地感にはなってまして、全体のシルエットは、まあ、こんな感じですね。まあ、結構綺麗な方なんじゃないですかね。で、まあ、これが裾のジップを締めている状態なんですけど、ここですよね、ポイントは。はい、まあ、こんな感じで、まあ、裾をね、上げて上げて、結構ね、裾のジップも上の方まであるんですけど、まあ、開けてあげるとちょっとだけこうフレアではないですけども、足先にかけて広がるようなシルエットになるパンツなので、まあ、ちょっと大きめの存在感のあるスニーカーとか、なんかそういうのと合わせてあげても結構かっこよく履けそうなパンツですね。たまたま出会ったパンツなんですけども、購入できてよかったですね。後ろもね、こんな感じでジップのポケットが2つついてたりとかして、いやーかっこいいですね。はい、いいものが買えました、今月も。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。2024年2月のね、購入品紹介ということで、まあ、今月もね、まあ、いろいろと買い物をね、させていただいたんですけども、まあ、今月は、まあ、もともとずっと欲しかった、このアウターを変えたりとか、あとは、再販を望んでいたベルトが購入できたりとか、偶然ね、出会えた、良さげなパンツを購入できたりとか、結構いい月だったんじゃないかなというふうに思います。もう本当に洋服ってこう無限にね、いろんな種類のものがあるので、まあ、欲が尽きることはないのかなとは思うんですけども、まあ、その中でね、自分がいいと思ったものをちゃんと選んでね、購入できたらなと今後も思ってますので、またこのベストバイ動画もね、ぜひね、楽しみにしていただけるとすごく嬉しいです。はい、では今日の動画、まあ、こんな感じで終えさせていただくんですけども、まあ、僕は普段からファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。 Instagram の方もやってますので、気になるところはこちらもチェックをしてみてください。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。